益も兼ねられると人気のレジャー潮干狩り、東はずの海岸で取れ高に一喜一憂する人たちを定点観測しました。あ、見つけた。想像以上に取れないです。また三河湾の人気スポット東はず海岸の潮干狩り場、コロナ禍も落ち着きを見せたことで3月下旬のオープンからロケで訪れた6月4日までで、去年よりなんとおよそ1万人も来場客が増えているという盛況ぶり。青空の下、訪れた人たちはどんな一日を過ごしたのか、定点観測スタートです。午後1時、潮が引き始め、本格的に潮干狩りがスタート。潮干狩りを楽しむ人は男性も女性もほとんどが短パン姿。しかし、そんな中、ジーンズ姿で貝を探す男性を発見。なんか服装がね、そうですね、もう服装はだいぶ汚れそうですけど、そうですね、もう長靴で、そうですね、もう隣町に住んでいて、毎年 2,3 回はこちらに来ているという常連さんでした。ちなみに常連さんならではの技とかってあるんでしょうか。周りの人がやっぱ取れてる人、その取れたよとか、こんな大きいのいるいるって言うんで、だいたい1個いると 2,3 個やっぱり周りにいるんで、そのあたりは。ああ、固まってだからそれを聞き耳立ててそれでもう近くにスススッと来ていってる感じですね。貝は密集して生息する生き物なのだそうで、一つ見つかるとその周りを攻めるのが効果的なんだそうです。ちなみに現在の取れ高は、せめて半分ぐらい、半分無理かな、3分の1かなぐらいは行きたいんですけど。東はず海岸の潮干狩り場は愛知県では珍しく8月まで営業しているので、常連さんの技を実践しに行ってみてはいかがでしょうか。一方こちらでは、順調に貝をゲットしているグループがいました。その後もおよそ2時間一心不乱に潮干狩りに集中していました。果たして結果は。楽しかったです。ぼちぼち3キロぐらい。予想してたぐらい取れました。よりは取れましたね。10年来の友達同士というこちらの4人組。たくさん貝も取れて充実した結果に見えますが、残念なこともあったようで。カニに挟まれてね。あと大きい貝が、オンミロスかなって言ってたのが全部鏡貝で、砂抜きがかなりしないと食べれないって言うんで全部返してきました。せっかく取ったいろんなことがありましたが、この日取った貝は後日4人で美味しくいただきました。一組のカップルが受付に戻ってくるとかけられた言葉、残念賞の一言。一体なぜなのでしょうか。2人に話を聞きました。選別ですアサリじゃないって言われたんで、今ちょっとあの種類が分かんなかったんで大きいものをとりあえず取ってきたんですけど。なるほど。なんかしましまなのがアサリって言われて、でこれなんか横島のは砂があんま入ってて美味しくない食べられるもの、食べられるもの美味しいのだけ選別してこの2つの貝、2つともアサリかと思いきや別物なんです。こちら側は潮吹きといって、砂抜きをしてもなかなか砂が抜けない貝で、食べるにはすごく手間がかかるもの。そしてこちらがおなじみのアサリです。皆さんは見分けつきますか。貝の判別には苦労しましたが、初めての潮干狩りを満喫したという2人。思ったより取れましたね。思ったより取れました、はい、初めて、ね、初めてだったので、とりあえず取ってみます初めての潮干狩りはいい思い出になったそうです